今回は首下げ受給にも潜む罠4選というテーマでお話ししていきます。罠は繰り上げ受給だけではありません。実は繰り下げ受給にも注意すべき罠が潜んでいるのです。繰り下げ受給の最大の魅力は何と言っても年金額が増えることですよね。せっかくもらえる年金を増やせるなら増やしたいと考えている方が大半だと思います。ただ意外と知られていないデメリットがたくさんあるということをご存じない方もいるかもしれません。例えば繰り下げ受給によって年金収入が高くなると老後の医療費や介護費用が高額になるケースがあります。こうしたデメリットをきちんと理解せずに、ただ年金を増やしたいからという理由で繰り下げ受給してしまうと後悔することになってしまうかもしれません。ですがこの動画で紹介するデメリットをきちんと理解しておけば制度をうまく活用することができる可能性も出てきます。そこで今回は繰り下げ受給の基本を簡単に復習した後に、制度が知られたくない繰り下げ受給に潜む罠について分かりやすく解説していきます。動画の後半では繰り下げ受給を選択して損はしたくないという方に向けて最も重要なポイントを紹介していきますので、どうぞ最後までご視聴ください。繰り下げ受給を検討中の方や興味はあるけど迷っている方にとって必ず役立つ情報となります。単身の方にもご夫婦の方にも役立つようにそれぞれお話ししていきますので、ぜひ一緒に見ていきましょう。ちなみにこのチャンネルではお金や年金、絶対知っておきたいお得情報などシニア世代でも分かりやすく発信しています。今回の動画が役に立ちましたら、チャンネル登録とグッドボタンで応援をよろしくお願いします。またコメントをいただけると励みになります。それでは本題に入っていきましょう。繰り下げ受給の基本、まずは繰り下げ受給の基本についておさらいしてみましょう。皆さんが老後に受け取る年金である老齢基礎年金、老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、死亡すればそれ以前の60歳から繰り上げて受け取ることができますし、逆に66歳から75歳までの間に繰り下げて受け取ることもできます。前者を繰り上げ受給と言い、後者を繰り下げ受給と言いますが、今回解説するのは繰り下げ受給についてになります。年金は繰り下げるともらえる年金額が増額します。その増額率は受給開始を1ヶ月遅らせるごとに 0.7% ずつの増額となります。1ヶ月で 0.7% 増えますので、1年間繰り下げた場合は 8.4% の年金を増やせることになるんですね。要するに1年間年金を受け取らずに繰り下げて66歳で年金を受け取った場合、通常よりも 8.4% 増額された年金を生涯受け取れることになります。では実際にどのくらい増えるのか例を見ていきましょう。まず老齢基礎年金を70歳まで繰り下げて受給する場合、2024年度の老齢基礎年金の満額受給額は年額81万6千円ですので、65歳から受け取った場合は年額81万6千円を受け取ることになります。これを65歳で受け取らずに5年間年金受給を遅らせた場合、増額率の計算は 0.7%×60ヶ月イコール増額率 42% となり、通常の 42% 増える計算になります。ということは通常の老齢基礎年金の年額81万6千円かける増額率 42% で増額分は34万2720円になります。年間で34万2720円年金が増えますので、合計は年額81万6千円プラス増額分34万2720円となり、年間で115万8720円も受け取ることができるようになるのです。通常の65歳から年金を受け取ると年間で81万6千円の受給でしたが、70歳から年金を受け取り始めると毎年115万8720円を受け取れることになり、しかもこの増額は一生涯続きます。さらにこの年金の繰り下げ受給は現在75歳まで繰り下げることができるため、仮に最長の75歳まで繰り下げた場合、年金額は
84% 増額する計算になります。 84% って大きいですよね。では繰り下げ受給の方が定員お得なのではと一瞬考えますが、定員お得とは限りません。なぜなら人はいつ亡くなるかわからないからです。繰り下げ受給がお得かどうかは本人が亡くなる直前まで誰にもわからないことなのです。先ほどの事例の70歳から年金を受け取った場合は、確かに 42% もの年金が増額しますが、65歳から70歳までの5年間は年金を1円も受け取っていませんよね。一方で基本の OD 65歳から70歳まで年金を受け取っていたとすると、その間の年金の総支給額は81万6千円かける5年間で約408万円になりますので、70歳までに約408万円を受け取っていることになりますね。一方で70歳から受給する際に受け取ることができる増額された老齢基礎年金は、年額34万2720円分の増額を合わせて115万8720円です。では、65歳から受給する場合と70歳から受給する場合を比較してみて、いつ元が取れるようになるのかを計算してみましょう。408万円割る34万2720円で、約 11.9 年。つまり、70歳で繰り下げ受給をする場合、82歳まで生きれば繰り下げ受給をした方がお得だという計算になります。逆に82歳よりも前に亡くなってしまった場合は、本来の65歳から受給を開始した方がもらえた年金の総支給額は多かったという結果になります。以上までがよく解説されている繰り下げ受給の基本編です。ではいよいよここから本題に入っていきましょう。1年間に受け取れる年金が増額する繰り下げ受給の中に潜む罠を、今回は4つご紹介していきます。この繰り下げ受給の罠は、ご夫婦なのか、それとも単身者なのかによっても内容が異なりますので、まずはご夫婦の方に関係のある罠を解説し、そして後半でご夫婦と単身者、どちらにも共通する罠をお話ししていきたいと思います。下級年金。繰り下げ受給の罠一つ目は、繰り下げ支給をすると下級年金が支給停止になるということです。下級年金とは、厚生年金に20年以上加入している被保険者が65歳になり年金を受け取る際に、被保険者に扶養されている子供や年下の配偶者がいる場合支給される年金のことを言います。別の呼び方で年金における家族手当と証言されることもあります。この下級年金で受け取ることができる年金額ですが、なんと年間で約40万円も受け取ることができるのです。この40万円が年金に上乗せして支給されるので、合計すると結構な金額になりますよね。この下級年金は配偶者が65歳になるまで夫に支給されます。しかし繰り下げ受給をした場合、下級年金は支給停止されてしまいます。ではどのくらい支給停止されるのか見ていきましょう。例えば夫に5歳年下の妻がいた場合で考えてみます。夫が65歳で年金を受け取らずに5年間繰り下げて70歳で年金を受け取った場合、老齢厚生年金を受け取っていないこの期間は下級年金がもらえなくなるのです。仮に妻が5歳年下だった場合、約40万円かける5年間分の総額200万円が受け取れないことになってしまいます。この下級年金を知らずに繰り下げ受給をしてしまうと、総額200万円の大損をしてしまうことになるんですね。もし後になってこれを知った場合、かなりショックを受けてしまいますよね。そこでおすすめの対策を一つご紹介します。繰り下げ受給で年金も増やしつつ、さらに下級年金ももらえるという夢のような方法です。まず繰り下げ受給には老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始を合わせる必要がないという特徴があります。つまり老齢基礎年金だけを繰り下げる、厚生年金だけを繰り下げる、その両方を繰り下げる、この3つから選択することができるのです。下級年金は厚生年金に対して加えられる年金になっているため、老齢厚生年金は通常の65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げた場合、下級年金をもらうことができます。
65歳から老齢厚生年金を受け取り、老齢基礎年金を70歳まで繰り下げた場合、老齢基礎年金は増額され、老齢厚生年金を受け取りつつ、下級年金も受け取ることができるようになります。ただし、当然ですが、老齢厚生年金は65歳からもらうため増額しません。この方法は、年の差が開いている夫婦にはお勧めできますが、年の差が少ない夫婦の場合には、65歳以降も生活費に余裕があるようなら、下級年金を見送って、繰り下げ受給で挽回するというのも選択肢として考えられますね。振り替え加算。次に、繰り下げ受給のバナ2つ目を見ていきましょう。2つ目のバナは、振り替え加算です。繰り下げ受給をすると、振り替え加算が支給停止になります。また新しい言葉が出てきたな、と思った方もいるのではないでしょうか。年金って複雑ですよね。それでは、振り替え加算について簡単に解説していきます。振り替え加算も先ほどの事例を使って説明すると、下級年金の対象となっていた妻が65歳になると、夫が受け取っていた下級年金の支給は打ち切られ、今度は妻の老齢基礎年金に生年月日に応じた金額が加算されることになります。これを振り替え加算と言います。ですが、妻がもし老齢基礎年金を繰り下げ受給した場合には、この振り替え加算はもらえないということになるのです。先ほどもお伝えした通り、妻の老齢基礎年金と振り替え加算はセットで受給するものだからですね。では、振り替え加算はどのくらいもらえるのか見てみましょう。令和5年度の振り替え加算の金額を見ていくと、最も少ないのは昭和36年4月2日以降に生まれた方になります。年額は1万5000円です。結構少ないなと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、この振り替え加算は一度加算されたら一生涯支給されます。つまり、亡くなるまでもらえるのです。たとえ夫が亡くなっても、妻が生きている間は一生支給されます。ちなみに、振り替え加算は老齢基礎年金と紐付けされていますので、先ほどの下級年金とは逆に、65歳から老齢基礎年金を受け取り、老齢厚生年金のみを繰り下げすれば、振り替え加算をもらうことができます。また、振り替え加算は年齢制限があり、2024年時点で58歳以上の方のみが対象となります。よって、昭和41年4月2日以降に生まれた方は対象外となってしまいます。ご自身が振り替え加算の枠に当てはまるかどうかを確認する必要がありますね。年金と医療費の壁。では続いて、繰り下げ支給のマナ3つ目。それは、年金の壁です。こちらは単身者の方、ご夫婦の方、どちらにも当てはまる重要なお話となります。繰り下げ支給をして年金額が増えた場合、一定のボーダーラインを超えると、非課税世帯の優遇制度が受けられなくなります。しかも、非課税世帯の優遇だけではなく、その他にも影響してくるため、繰り下げ受給に前向きな方は、絶対に知っておくべき知識となります。なぜなら、繰り下げ受給をすると、もらえる年金額が増えて、一定のボーダーラインを超える可能性が出てくるからです。それではまず、年金の壁について掘り下げてみていきましょう。年金の金額がある一定の額より低い場合、社会保障の負担が軽減されたり、自治体の給付やサービスなどを受けることができ、結果的に年金の手取り額が増えます。具体的には、住民税の負担ゼロ、医療費用や介護費用の負担半減、高額療養費制度の負担半減、その他にも自治体からの優遇制度など給付金を受給することができるようになっています。大まかな計算ですが、例えば211万円を超える人と比較すると、年間約12万円も得をすることができるのです。こうして見ると、211万円も超えるのと超えないのでは、かなり負担が違ってきますよね。とはいえ、住民税非課税世帯になるためには、住民税が非課税となる条件を満たさなければなりません。その条件とは、65歳以上の年金受給者の場合、単身であれば年金の収入が155万円以下、夫婦であれば211万円以下であることで対象となります。よく聞く年金の壁、211万円の壁というのは、例
65歳以上夫婦のこの数字のことを指しています。単身であればこの壁は155万円以下となります。ただしこれはあくまでも目安になります。この非課税世帯の年収の目安は各自治体によって金額が若干異なるため、詳しくはお住まいの自治体に確認することが重要です。また住民税非課税世帯としてみなされるには世帯全員の住民税が非課税になっていることが条件となります。夫または妻が課税対象者であれば住民税非課税世帯とはなりません。さらにもう一つ注意するべき壁があります。それは医療費の壁です。令和4年10月より年金などの所得によって75歳以上の医療費の窓口負担金額が変わりました。一般所得の方は1割負担ですが、年間の合計所得金額が単身の場合200万円以上で2割負担、2人以上世帯の場合は合計所得金額が320万円以上で世帯全員が2割負担となっています。医療費だけではなく介護費用も所得に応じて負担額が変わってきます。介護サービス利用負担は単身の場合合計所得が280万円未満の場合は1割負担、280万円以上340万円未満の場合は2割負担、340万円を超えると3割負担となります。一方で夫婦世帯の場合は合計所得が346万円未満の場合は1割負担、346万円以上463万円未満の場合は2割負担、463万円以上になると3割負担となります。以上について留意しながら繰り下げ受給をする際に注意すべき点について見ていきましょう。まずは単身者の場合です。単身者の場合、収入が年間88万円までの方は同齢年金生活者支援給付金を毎月5310円もらえます。ですのでこの88万円を超えるまでは増やしても問題ないと言えます。また非課税世帯の優遇制度を受けることができるのは現在のところ年金額が155万円までとなります。ただ自治体によってはこれよりも多少金額が少ない場合がありますので、ご自身の自治体で確認しましょう。そうすることにより現在の年金額が仮に年間100万円の場合、いくらまで増やして大丈夫なのかをご自身で調整することができますね。一つ提案としては、年金額が年間155万円を大きく上回る方は75歳以上の医療費窓口負担が2割となる所得200万円手前までを目指す、また200万円を大きく上回る方は介護サービス利用負担が2割になる手前までを目指す、というふうにご自身で一定のラインを定めながら年金額を増やすことも繰り下げ受給をする上でのポイントになるのではと考えます。次はご夫婦の場合です。夫婦の場合でもそれぞれが88万円を超えていなければ老齢年金生活者支援給付金を毎月5310円夫と妻のそれぞれに給付されます。夫婦の場合、非課税世帯の優遇制度を受けることができるのは現在のところ211万円が目安となっています。こちらも自治体によって金額がこれよりも低い場合がありますので、お住まいの自治体の条件を確認ください。夫婦の場合も先ほどの提案と照らし合わせると75歳以上の医療費窓口負担が1割になるのは320万円未満、介護サービス利用負担が1割になるのは346万円未満となるため、繰り下げ受給によって年金額が増えてしまうと医療費や介護費用の負担割合が増えることになってしまいます。それぞれ繰り下げ受給をする際の年金額の目安として考えてみるのも一つの手段かと思います。繰り下げ待機中の死亡、そして繰り下げ受給の罠4つ目は待機期間中に死亡した場合です。繰り下げ受給待機期間中にもし亡くなってしまった場合、年金はどうなるのでしょうか。この場合、65歳からもらえるはずだった年金は未支給年金として扱われ、遺族に給付されることになります。ただしせっかく受給を繰り下げて待機したのに増額はされません。また支給されるのは遡って5年前からの分となります。例えば75歳から
受給開始予定で待機中だった人が74歳で死亡した場合、この場合は69歳からの年金しか支給されません。つまり65歳から68歳の間の年金はもらえないことになってしまうのです。さらにこの未支給年金は遺族の一時所得扱いとなり、確定申告をしなければなりません。一度に大きな所得が生じるため、高額の税金がかかる可能性も出てきます。それでは、繰り下げ受給開始直後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。繰り下げ受給開始直後に亡くなった場合は、年金の受給中に亡くなったということになるので、遺族が受け取れるのは死亡した月までの年金のうち、まだ受け取っていない分となります。また、すでに振り込まれた年金では、死亡した月までの分のみです。つまり、遡って年金の支給を受け取ることはできないということになります。繰り下げ受給待機中に亡くなった時のように、65歳に受給を開始していれば、受け取れるはずだった年金という考慮はされません。このことをぜひ知っておいてほしいです。仮に、74歳で繰り下げ受給を開始して、1回しか年金を受け取っていないとしても、そこで亡くなってしまうと、受け取れる予定だった年金は全く受け取れないということになります。場合によってはですが、数千万円受け取れないことにもなりかねません。これはあまりにもひどすぎると誰もが思いますよね。これまで年金を受給しないで頑張ってきたのに、本当に報われない、ひどい仕組みだとしか思えません。そこで知っておいてほしいのが、2023年の4月に開始されたばかりの繰り下げみなし総額制度です。この制度は、繰り下げ待機中に病気が発覚したり、介護が必要になったなどで、まとまったお金が必要になった場合、過去に遡って、年金を一括受給することができる制度です。さらに、この新制度では、5年前の増額率で、増額された年金を一括受給することが可能なのです。対象者は、昭和27年4月2日以降生まれの方、老齢基礎、老齢厚生年金の受給権を取得した日が、平成29年4月1日以降の方などの条件がありますが、これは個々に待機中に思わぬ疾病に遭ってしまった人には助け舟ともいえる新制度になるので、ぜひ覚えておいてほしいと思います。最後に、以上、繰り下げ受給に潜む罠を4つ解説してきました。年金制度は複雑ですが、この中身は自分の暮らしに直結します。デメリットをしっかり知ることで、少しでも老後の不安を解消する手助けになれば嬉しく思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひコメントで今回の動画の感想もお待ちしております。高評価やチャンネル登録を忘れずにお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。